フローチャート漢方薬治療2 172ページで最後まで元気に新武糖足す人参糖というフローチャートの話をします。92歳男性、年齢相応の体格です。家族と一緒に毎月 LINE しています。羨ましい家族の光景です。特段困ることはないですが、何か漢方を飲みたいというので新武糖足す人参糖を保証しています。新武糖足す人参糖というのは往診が好きな漢方好きな先生に教わったもので、これを飲んでいると、まあ、いつ死ぬかなかなか分かんないっていうんですね、まあ、死ぬまで元気だっていうんです。まあ、あの新武糖というのは伏量、芍薬、槽術、消去、武士と、まあ、その5つ。人参糖は肝経、肝臓、槽術、人参となりますから新武糖に強く温める武士があって、人参糖に強く温める環境があるので、結構強く温める、漢方薬の組み合わせと理解できます。まあ、朝鮮人参も入ってますし、まあ、この2つっていうのはある意味召喚論でいう伏量子薬湯というね、血沈病最後の状態に使う漢方薬と似ているんですね。で、生薬のポイント、人参糖は肝臓が 3g 入っています。ですから、新武糖には肝臓は入っていません。偽アルドステロン症が心配な時には、人参糖を抜いて新武糖だけを与えています。まあ、2.5g 肝臓を超えると、薬局の先生から注意の電話が入ったりします。召喚論には死薬湯、肝経、武士、肝臓という記載があるんですね。まあ、強く温める肝経と武士が入っていて、肝臓が入っていると。それに近い処方が、新武糖と肝臓糖でできることになります。まあ、そういうことで、ぜひぜひ、この2つの処方を、使ってみてください。まあ、新武糖と肝臓糖というか、やっぱり新武糖と人参糖の方がね、より伏量子薬湯には近くなるだろうと僕は思います。ここ誤記の可能性がありますので、今訂正しておきました。さて、ともかく新武糖と人参糖、最後まで元気にいたいという時にはね、食欲がある限り飲んだ方がいい漢方薬の一つと思っています。さて、肝臓がない漢方薬ちょっと練習しましょう。麻黄剤では麻黄部最新糖127、これ肝臓がありません。写真糖ではオーレンゲ毒糖15番、雲清院57番、三王写真糖113番などに肝臓がありません。サイコ剤では大サイコ糖8番、サイコ龍骨ボレート12番に肝臓がありません。腎気剤では半下、ベクツ天麻糖にのみ、ね、37番、肝臓はありません。腎虚に使う蜂蜜溶岩、五社腎気岩、ね、六味岩には肝臓がありません。クオ血剤、陶器芍薬酸、軽視伏量岩にも肝臓はありません。水毒に使う五苓散17番や貯霊湯40番にも肝臓はありません。武士剤である新武糖30番にも肝臓はありません。腱柱糖では大腱柱糖に肝臓がありません。下剤では大上気糖やマシニンガンに肝臓がありません。気剤では半下香木糖に肝臓がないんですね。結構肝臓がなくても、まあ、その今述べた処方から結構なものに対応可能と思っています。まあ、肝臓が嫌な先生、特に循環器内科でカリウムが下がって不整脈が心配な先生方は、まず肝臓がない漢方薬から出してもらえれば安心かと思っています。はい、172ページは最後まで元気にということで、新武糖足す人参糖のフローチャートの話でした。以上です。